静かなショールームです。先ほどとは打って変わって静かです。先ほどの賑やかさはございません。こんにちは。お昼はちょっと賑やかにみんなでね配信をねしてたので元気でした。なんだこりゃ、ずっと今日帽子かぶって生活しているよ。今日はサンタさんになった気分だね。最後だからツインテールでもしてみちゃったりする。最後だから、じゃあでも最後のブークル方だけにしようと準備だけしとこここにゴムを2個置いておきますねとか言って、ごめんなさい、あの途中で外してる可能性もあるので、あの分かりませんが、本当はね大きいリボンしようと思ってたので、写真はね大きいリボン撮ったんだけどね、なんかあんまりね分かんないのこれじゃ。だからね帽子の方がサンタさんっぽいからね帽子に変えました。そう、本当はさ、さっきの部にショールームして、今の部はインスタライブしようかなと思ってたんだけど、 TikTok をね撮ってたのね、だからねしなかった配信。そう、なんか急に、私って急に TikTok 頑張る人生になるのね、でまた頑張らない人生が訪れるんですよ。皆さんご存知だと思うんですけど、うん、で、あの急に私は TikTok 頑張る人生っていう日が来るんですね。あ、なんか今は頑張ろうって思う時が来るんですよ。でもそしたらまた数日経ったら、あの TikTok を、ま、マジで頑張らない人生になるんですね。そう、今はあの TikTok いっぱい通ろうっていう期間で、そうだから、あの撮ってきた撮ったりしてました、撮ったりしてました。人生なのね。そうなの、人生なんです。なんか近くにいた子とか、その撮ってくれそうな子に、あのさ、これ覚えてくれないって言うんです。これ一緒に撮らないこれって。イコラブさんはあの自ら撮ることを苦手とするグループなので、あのこちらからこれをもうね指定するんです。この楽曲のこの振り付けを覚えていただけないでしょうかって。そしたらいいですよって言って撮ってくれます。なので少々頑張っ、少々だけ今は頑張ろう、頑張ろう月間、頑張ろうに頑張ろう日数なので。はい、なのでね、まあすぐに終わるでしょう。終わるな終わるな、そうそう、月間まではいかないの、そうそう、数日間だけ、3日間ぐらい頑張ってます。ウィークにはなりません、ちょっと。年内いっぱい、そうね、年内いっぱいぐらい。そうですね、あの誰々にこれやってほしいって教えてください。あのあんまり正直わかんないんですよ、なんか TikTok がなんか何が流行ってるとかそれわかんないから、なんかこの子はこれをやるといいと思うっていうのは、なんかファンの方がすごく一番わかってると思うから、なんかいいのあったらハッシュタグアンナルームをつけて教えてください。この曲踊ってとか、この曲誰々やってほしいとか、あの送ってくれたら私が見て、あ、これならこの子に
やってって言ったら撮ってくれそうだなっていうので撮りますので、全部は撮りません。その中で通るのは10個中1個ぐらいかもしれませんが、はい、ちょっと分かりませんが、やるか分かりませんが、候補は教えてください。100個も送られたら読みきれんから無理ちょっと読むの疲れるけんやめて10個送ればやめて、あの違うの、本当にこれだっていうやつだけにしてやめて、ハッシュタグアナルームをさ TikTok の話題だけでは埋めんといてそう、えっていうかさ、なんか昨日載せてたさ4人でのさ足上げてるやつさ、なんか微妙にずれてた最初、なんかずれてないつもりだったんだけど、なんか途中でずれたんかな音、でも最初見た時は普通に合ってたの音なのにさ、なんかねずれてたいやまあそんなこともいいでしょう。難しいね TikTok って、やっぱ世代じゃないからさ世代じゃないからちょっと難しいなと思いました。世代じゃないなりに頑張りたいと思いますTikTok 世代ど真ん中なの、嘘、本当にサマーチョコレート、どこが世代なんだ、もうちょっと若いとこじゃない、キアラ世代じゃない、キアラ世代、あ私の、だっては私の同い年ぐらいの子が TikTok やってるかって言ったらそんなやってないですよ、みんな見る専門だと思う、みんな私の友達とか、友達とかは投稿する世代じゃないと思う、見る世代ならあるけど、投稿する世代はもっとさ今の JK とかさぐらいじゃない、今の JK、 今の女子大学生ぐらいじゃない、と、まあ、投稿はどうなんだろうね、投稿世代じゃない、でも別に私高校生とかの時にプライベートでそういう何、そうミクチャーとかバインとか投稿はしたことなかったけどね、まあでも今の子はさ結構さするじゃん、そういう芸能活動とかしてなくってもさ、今日の配信さみんな大丈夫だったかな、なんか事故ってなかった、いろいろと事故ってた、大丈夫でしたかね今日、双子ダンスしてた、あーあんなもしてた、それはしたことあるかもね、すごい自由な配信で本当に自由すぎて、まあでもそうなるだろうなとは思ってたけど、でもなんかなかなかさそういう姿をさなんかお見せできる機会ってないからさ、まあ、垂れ流しといたはい、垂れ流し配信してましたので、まあちゃんと配信してよって思う方もいるかもしれないけど、まあ、ちゃんと配信はまあ明日にでもするので、今日のは逆にちゃんとしてない配信の方が、まあ、もっと自由なイコラブの方がいいんじゃないかなっていう配信だったので、まあ、垂れ流し配信ですね。あれ以降全然お腹が空きませんわかる、でもああいうのが見たいってのはすごくわかるんですよ気持ちがなんかさもちろんこう MC があってこう決められた企画をしてっていうのも楽しいんだけど、なんかああいう自由なやつこそなんだろうね、その良さが生まれたりあったり、うん、なんか謎のハプニングが起こったりとか、なんか謎の会話が生まれたりとかミラクルが起きる
し、なんか意外に伝説になったりさする気がするんですよねっていう、あのこれは自分のオタ活話なんですけど、そうだからそういう配信を見るの私はすごく好きだったんですね。そう私もそのなんかそういうねこういうショールームみたいな感じので、そう数人がなんかやってる自由な勝手にマネージャーさんとかいなくやってるっていうのとかがいいじゃないですか。だからそういう方がいいかなみたいな感じです。自由な方がね。クリスマスパーティー、プライベートパーティーですからね、あれ普通に。しかもなんかもともとなんか明日が配信がね、なんかもともと私たち的になかったんですよ、スケジュールに入ってなくって。そうだからまあでも1ヶ月ちょっと前、1ヶ月ぐらい前か覚えてないけど、まあ、入ってなかったから、なんかクリスマスだしやっぱ全員でそういうちょっとサンタさんの格好した感じのなんか配信があった方がやっぱいいかなって勝手に思ってたんですね。でメンバーでもその24日だからなんかピザとか食べたいねみたいな話をしてたから、あじゃあスタッフさんにお願いしとくねって言って、じゃあちょっとだけ配信をしようみたいな。で別に全員強制参加とかではないし、でもまあみんなでわちゃわちゃ配信できる時間を少し作ろうっていう風にしてお願いしてたんですね、スタッフさんに。でも結局25日は配信がありますってなって、ああるんだってなって、じゃあ24日どうするってなったけど、まあでもせっかくそのご飯とか用意してくださってるしやろうかなと思ってつけました。ね、明日早い、5時45。そうあれなんかあれかジョイちゃんのさツアーかなんかがあるからじゃない、多分。え、多分そうだと思う。何時からなんだろう、分かんないけど、多分裏かぶり的なやつだと思う。定時ダッシュ決めてください。何するんだろうね、私たちも何も分かんないけど、何する、見れない方多いじゃん。見れる方見てね。あ、プレゼント争奪って書いてあったのか。何するんだろうに。3時からと7時から。あ、だからちょうどあれなんじゃない？ 1 時間ぐらいやるとして。だからやっぱそうだよ。ジョイちゃんのツアーの前までに終わるんじゃない？からちょっと早い時間だけど見てください。普通に平日だもんね、だから今日の方が賑わってんのかな、世の中は。今日のさ街中に行ったらさすごいなんかイエーイクリスマスみたいな感じなのかな。無理だ、いけない。無理だ、いけない。無理だ、そそくさと家に帰らなければ。そそくさと、人見も配信で同じこと言ってた。あのニコラは結構そういう人混み苦手だからさ、もう人が多いとこ行きたくないですみたいな感じだから、そういうなんかプライベートとかでなんかそうハロウィンとかクリスマスとか全然あの外で遊びたいですみたいなタイプじゃ全然ないので、はい早く、あえてかさマジでさ混む前に帰りたくねみたいな感じなので、ねこの格好だと溶け込めると思うんですけど鬼寒いと思うし。無理ですね、はい無理です、無理です。でも来てた、なんか昨日がさ渋谷がやばかったんでしょ、
そうで、なんか今日も絶対に、今日とかもなんか渋谷絶対に人がやばいので立ち入らないでくださいって LINE 来てた。多分誰も立ち入りませんって誰も行きませんでマネージャーさんが本当にみんな気をつけてくださいって言ってた。マネージャーさんが大丈夫です、誰も行きません、はい、本当に誰も行かなそうそう、多分今日もだからそういうやばいですよみたいな、行かないようにねって言われて、行きません絶対行かないよって。おとなしく、おとなしくお家に帰ります。秒で帰るから私たちは。みんなもさ、だからあんまり遊びすぎないんだよ楽しむことはいいことだけどさ、ほどほどにね。それで周りに迷惑をかける遊び方はしちゃダメだから、楽し、自分が楽しむないけど知らない人に迷惑をかけるような遊び方はあかんです。もうお風呂に入ってお布団にいる、それはめちゃめちゃ早いんですけどそれは死ぬほど早いね。塾なの、えらいね、えらいね。チキン食べてる、もうお腹がいっぱいだよ、お昼ご飯食べて。ね、ケーキは食べな、みんなチキンとかケーキとかは買ってお家で食べな。私たちがなんかチキンとかみんなで食べてるの見て、みんな食べたくなったって言ってたでも話し会のみんながすごいね、可愛いクリスマスの格好をしてる方がたくさんいて、とっても可愛くて、うん、なんかみんなでこの、私は行事ごと結構楽しみたいタイプで、こういうパーティーとかもね好きだし、そう、なんか誕生日とかクリスマス、お正月とかそういう文化を楽しみたいタイプなんですけど、なんかみんなそういう楽しんで、一緒に楽しんでくれてて、とっても楽しいです。だってさ、1年にね、まあ1回だしねね、ケンタッキーはそう予約しないとだよね。だからスタッフさんがだいぶ前から予約してくださってたんだろうね。ありがとうございます。いつお願いしてたんだろう私いつ言ってたんだろうね。でも1ヶ月は前じゃないのかな。いや1ヶ月前、あの11月17日にお願いしてるわ。めっちゃ前から動いてた11が1ヶ月以上前からお願いしてたんだどんだけさやる気なんあんなクリスマスにガチ勢すぎんやば、11月17日受けるんだけどクリスマス大好きじゃんね。面白い、クリスマスガチ勢すぎて自分で面白かった。11月17日に LINE してる。気合、気合、気合十分だったみたい。でもみんなで、みんなで美味しいもの食べて、みんながクリスマスを感じられてよかった本当に。ラストノート発売前からそうですなんで急に思い立ったのかな、なんでだったんだ、メンバーで話したのかな、その時に。でもね、こういうのすぐにね、いいよって言ってくださってね、準備してくださるスタッフさんが
優しいですね本当に、ありがとうございます。しかもなんか思ってた以上の量が来て、そう思ってた以上の豪華さだったからびっくりした。ありがとうございますって連絡しとかなきゃ。とってもとっても豪華で、私が想像していた、私はなんかチキンとかピザとか何でもいいんですけどパーティーっぽい料理ってお願いしてたのまあそりゃチキンとかそうなるよねってね、チキンとかさピザとかよね、パーティーっぽい料理っていう一括りにしてたらちゃんとめっちゃパーティーだった楽しい、楽しかったね。あんなにさ大きなバケツに入ってるやつ初めてだったから嬉しかった。アクアパッツァめっちゃおしゃれなの来る、やばすぎ。あと3分で次の部が始まります。6時半ですよね。ポテトもあったし、グラタンもあって、ポテトもあって、ケーキもなんか2種類ぐらいあったし、やばかったね本当に。でもなんか食べきれなかったチキンとかマネージャーさんとかに渡したから、そんな残ってるわけじゃないか。そんな何も持って帰りませんもうこれ以上は食べないやめておきます。でも結構みんなで食べた気がする、思ったより食べれた。もう全然残しちゃうと思ってたけど意外に食べれましたね。じゃあ終わります。バイバーイ、さよなら、コブ待ってます。